今季11個目の盗塁を記録し、成功率100%を誇る大谷も素晴らしい選手と賛辞を送るドジャースに立ちはだかる、クセモ者、エリー・デラクルーズ選手、レッズ。今季このまま行くと103盗塁ペースの盗塁を量産しているという。ドジャースもお手上げ状態の異次元の盗塁が話題を集めている。日本時間17日の試合で、ドジャースの守備陣を苦しめたのは、 デラクルーズ選手の驚異の脚力と盗塁だ。2023年メジャーデビューをした22歳のホープが異次元のスピードを見せつけた。試合では二塁へ激走し、スライディングで盗塁を成功させたデラクルーズ選手。また、5回には持ち味である手足の長さを武器に余裕のヘッドスライディング。さらにこの後も三塁への盗塁を成功させ、5回で一気に2盗塁決める俊足を見せつけ、 自初となる1試合4投類を決めた日本時間20日正午時点ですでに30投類47試合終了時点とメジャートップこのまま行くと今季103投類ペースという驚異的な記録をキープするシンシナティレッズのエリー・デラクルーズ選手身長196センチの22歳去年6月にメジャーデビューをし 長身と持ち前のスピードを生かした攻守が特徴ポジションは内野手2番ショートで野球選手に必要とされているミート力長打力走力守備力強す全てを兼ね備えた5ツールプレイヤーとして注目を集めている大谷選手と共通点も多いデラクルーズ選手2023年にはエンゼルス時代の大谷選手との試合中に 大谷選手が本当に存在しているかを確かめるため、デラクルーズ選手が大谷選手の左肘付近をツンツンして話題にもなっていた。試合を見た人からは、まだ5月だぞ、福本よりもすごいな、デラクルーズだけ違うスポーツしてる、などのコメントが寄せられている。